はい、ということでコンテスト終わりました。とりあえずね、クラス優勝して、オーバーオールはねダメだった。くそー。まあ今回は、まあ、そうねに、まあ、コンディションもバッチリあったし、すげえいいコンディションでね、当日迎えることもできたし、うん、ポージングもね、すげえあれから練習して、前回よりも結構良くなったと思う。うん。で、今回のね、減量も最初からね、ずっとね、ジンさんにサポートしてもらって、コンディションも見てもらって、ね、一週間にね、何回テレビ電話したかわかんないぐらいテレビ電話して、コンディションチェックしてもらって、たわいもない会話したりとか、いろいろ励ましてもらったりとかね、めちゃくちゃ支えてもらって、ここまでコンディション作ることができました。正直ね、オーバーオール、取ったと思った、正直。ずっとセンターにいたし、わ、これ取ったなって。で、今回の減量のモチベーションが、8月のね、東京プロで、ジンさんと同じステージに立つっていうのが、本当に、もう長年の夢というか、今年こそはっていうモチベーションでね、挑んでただけに、まあ結構悔しいね。いや、絶対取ったと思ったんだけどね。まあ、こればっかりはね、仕方ないことだから、まあ結果はね、しっかり受け止めて、また頑張ろうかなって思います。で、まあ今回の減量は、すごい充実した毎日で、なんか楽しくね、減量できてた。すごい常に元気だった。前向きで。もっとできるみたいな。まだ絞れる。まだ動ける。栄養少なくても、エネルギー少なくても、もう1レップできる、もう1セットできるみたいな。有酸素も、まだあと5分できるみたいな。やりきった感は、すごい、ある。自分の中でね、もう、これ以上できないってぐらい正直やった。っていう、まあ自分で言うのもあれなんだけど、まあ、すがすがしいよね。気分はいい。すごく気分はいい。ここまでできたと。で、コンディションも、自分で言うのも変だけど、過去最高のコンディション作れたと思う。うん。だからとりあえず良かった。とりあえず良かった。そして、まあ SNS とかね、YouTube とか、減量の過程とかね、ちょいちょい載せてって、で、励ましの声とかね、すごい勇気づけられたし、いっぱいね、応援してもらってね、コメントもたくさんね、くれてね、応援してくださった皆さん、本当に本当に心の支えでした。ありがとうございます。で、またね、もう見てこれ、会場にね、わざわざ足を運んでいただいた皆さん、こんな差し入れまでね、ね、なんだろう、ちょっとね、最近さ、俺鼻声だからさ、それでほら、この超高いユンケルとか俺駄菓子好きだからさ、お菓子とかさ、見て、花とかさ、めっちゃ綺麗でしょ？ねえ。ドーナツとかね。俺クッキー食いてーって言ってたから。超嬉しい。皆さん本当にありがとうございました。いや、最後まで頑張ってよかったなぁ。プロなりたかったなぁ。ただね、まぁ、ちょっと休んで、また、再スタートしたいと思うんで、ここでね、諦めたらダメでしょ。こっからだからね。そんな簡単なもんじゃないからね。また頑張ろうと思うんで、応援よろしくお願いいたします。もうさ、あんだけ1月の3日、4日ぐらいから減量を始めたんだよね、大体。そっから本当にカツカツにやったから、もう食べていいでしょ
もういいよね。久しぶりにさ、食べていいよね。普通のお菓子食べていいよね、さすがにね。ちょっとさ、なんか食べようか。なんかね、ちなみに今日の番号は26番でした。パンツはね、ゼノのね、ホワイトとオレンジのやつにしました。ま、うわ、ドーナツ。これちょっと食べようかじゃ。ドーナツ。いただきます。うめえ。うまっ。うまっ。マジでうまい。なぜ？うん。俺クッキー食いたいって言ってさ。なんかすごいんだけど。何これ初めて見たんだけど、こんなクッキー。見て。超でけえ。これ何？クッキーなのこれ。ほら。うめぇ。本気でうまい。頑張ってよかったー。今日はもう一日、昨日一昨日からカーブアップでがっつり食ってるからあんまり食えないっていうか、爆食いとかっつってさ、全然食えないんだけど今。本当にね、皆さんありがとうございました。支えていただいて、またね頑張るんで、また応援よろしくお願いいたします。死ぬほど悔しい死ぬほど悔しいけどね、また頑張るんでね。とりあえずもう帰ってきたばっかだからさ、よくわかんない感じで撮ってるんだけど、とりあえず皆さんにね、感謝の気持ちを伝えたかったっていうのと、死ぬほど悔しいっていう思いを込めた動画でした。また頑張るんでね、応援よろしくお願いいたします。じゃあね。